先頭は豊明の川村君、そして途中まで先頭を引っ張っておりました愛工大名電の村瀬君が2番手。残りあと200で30分56秒。先頭は残りあと100メートル。手元の時計で31分15、31分20、31分25。先頭は豊明の川村君、そして愛工大名電の村瀬君。そして3番手が愛工大名電の鈴村君。選手権男子の1万メートル競争レースの方はまだ続いております。最後までご声援の方よろしくお願いします。第44回の名古屋地区陸上競技選手権大会、現第6回の名古屋地区陸上競技大会第1日目、あとこの1万メートル競争のレースを残すだけとなっております。明日は第2日目、日本競技場の方では選手権の 400m ハードルが9時30分予選が始まります。この北陸上競技場は競技会の部の 200m 競争、明日はこの北陸上競技場は10時競技開始になっております。明日もよろしくお願いします。